夏、エンガルの人々が熱く燃えるイベントがあります。エンガル願望夏祭りです。中でも千人踊りは参加者が1700人を超え、熱気が街全体を包みます。しかし10年前には踊り手が1000人を大きく下回り、開催が危ぶまれたこともありました。千人踊り実行委員長、木之内和夫さんです。イベントの成功を心から祈る一人です。十数年前ぐらいに今のあの音楽にアレンジしてもらって、で高校生とかそういうのがもう参加するようになって、まあ徐々に、やっぱり若いとさ、パワーが溢れてるから見てる方もさ、あるじゃない、そういうこうパワーを感じる。続けていきたいし、ますますまあ人数も増えてほしいし、まあそれはもうもちろんのことですね。高齢者の団体願望大学の皆さんです。その迫力は決して若者には負けません。町内のジャズダンスサークルでは一般の部の参加者も練習に熱が入ります。こうして町や祭りを愛する人々が千人踊りをさらに盛り上げていくことでしょう。木工芸が盛んな生田原地域、世界の木のおもちゃを展示しているチャチャワールドです。その一角に木のおもちゃ王国の名で木工クラフトが展示されています。この木のおもちゃは地域にあるピノキオハウスで年2回行われる木工芸教室の作品なのです。参加した人たちは1泊2日でクラフト作りに挑戦します。手ほどきをするのは地元生まれの藤本和夫さんです。この教室を始めたメンバーの一人です。おもちゃ付きの教室があったもんで、そこに参加して、あ、これはいいということで、じゃあ仲間サークル、13名ほど集めて、みんなにも知ってもらおうよという形で、そのサークル13名で、であと町の方に手伝っていただいて、教室、この王国が始まったんです。もっとこの縁がある、この自然の森林の多い町で、この縁があるをもっともっと知っていただきたい。今までは僕ら生きたらってやってましたけども、今度は全体的な縁がある町としての一大のイベントにしていきたいし、また本庁の方からも皆さんにスタッフに入っていただきたいな、それが夢ですね。地元ばかりでなく道内各地から大勢の人が参加します。木のおもちゃが持つ独特の温かみ、そして自分で作り上げる楽しみを教えてくれるのです。林業と共に発展したマルセップ地域です。この地域にある森林公園憩いの森に、かつて森林鉄道として山々に汽笛を響かせていた機関車がその雄姿をよみがえらせました。日本でただ一つ動く形で保存され、北海道遺産にも選ばれた森林鉄道の蒸気機関車雨宮21号です。昭和の半ば、鉄くずになるはずだった運命を救ったのが町の人々でした。秋葉実さんは宴会の席でスクラップになる話を聞き、雨宮21号を買い取ろうとした有志の一人です。
林野庁としてね、国民の事業のサンプルとしてね、保存することにするからという、払い下げしないとかするとかってなくね、そのことで残るようになったわけなんです。将来的にはね、薪で炊いたね、薪というか木材で炊いて走っていた機関車があったんですよという、日本として残していってくれってことですから、それはこれ残ってると嬉しいですね。やはりこのまま大事にですねやって、果たしてこれが生きてくるかどうか分からないけれどもね、やっぱりそういったサンプルがあるんだっていうの面白いじゃないですか。雨宮21号は昭和54年森林公園憩いの森で再び汽笛を響かせました。それ以来町のシンボルとして愛されてきた雨宮21号は、これからも子どもたちの夢を乗せて走り続けることでしょう。北大雪の山懐に抱かれた白滝地域、古くは2万5000年前に遡る黒曜石を使った石器、その遺跡を見学し石器作りを体験する古代ロマン体験セミナーが開かれています。太古の時代、ここで作られた黒曜石の石器は日本列島ばかりでなく、当時陸続きだったシベリア大陸にも渡っていったと考えられています。その太古のロマンを後世に伝える活動に取り組んでいる人がいます。奥山俊夫さんです。アウトドア体験型の宿泊施設悠々塾を営んでいます。山に行くっていうのがいいんですね。その原石の山、昔の人がその取ったところと同じ場所に行ってその見て、で実際にそれで戻ってきてやるという、そのそこがすごくなんかね、行くて よそにないもの、要するにこれからやっぱりその地域にしかないものをどう生かしていくか、その点ではすごい財産だと思うんですね。あ、しかしここの黒曜石というのは世界的に有名ですし、実はこの間もそういういろんなとこから来た人に聞くと、やっぱり目指してくるのは白滝のここだということですから、それを大事にですね、やっぱり地元とにしかないものをどう育てるか、それをみんながやっぱり意識を持ってやっていく、そこのところが一番大事なこれからの白滝としての取り組みじゃないかと思っております。白滝周辺には石器が出土する遺跡が数多くあります。考古学を学ぶ人々には有名な白滝の黒曜石も、一般の人々にはあまり知られていないのが現状です。行政と地域の人々の試みはこれからも続きます。遠軽町の4つの地域が未来にかけた夢の橋、ふるさとを思い、ふるさとを愛する地域の人々の願いが込められています。